で聞いてください。で、多分この子の病気したら最初に消化機能の低下症が起きてるんですよね。で、消化器ってまあ普通は胃とか腸ですよね。だけど例えば肝臓とかね、膵臓とかですね、これも消化器なんですよね。だからこの辺全体が機能が低下落ちてる可能性がある。だからこれレントゲンでガスが多いと、腸のガスパターン、ガスが多い。からあと呼吸器機能低下症、すいません、口の中で機能低下症、これはまあ要は肺炎が強いと、左右対称じゃないと、だからまあ呼吸器機能低下症というものの要は肺炎とか気管支炎とかそういったのになりかけてるんじゃないかなと。だけど2日前まで元気だったから、元気な時にとったら多分肺は真っ黒だし、お腹にはガスは溜まってないと思うんですよね。で、まあそれをちょっと高めているためのことで、であとお家ではこの健康チェック表をつけながらですね。で、その体重も夜お家でも一回測ったらいいですね。で、この測りはあの台所で使う測りをこの子専用にちょっとしてもらって、あの使ってもらおうと思います。で、あと亀ってね、ご存知ですか、サルモネラ菌が多いって知ってます？細菌がいっぱいいます。で、食中毒の原因となるね、サルモネラ菌も結構いるんですよ。だから亀さん触ったら絶対手をきれいに洗ってアルコールで消毒してください。これが多いから持ってきます、ね、ちょっとポイントを見てほしいところ。それからあとこれからもし肺炎とかなってくると鼻水出したりとかね、目を出したりとかする可能性もあります。それからこれが案外多いんだけど、あの代謝性骨疾患 UBD って言うんですけど、要は2つパターンがあって、食事性の代謝性骨疾患、要はカルシウムとリンのバランスが悪い食事を食べてたりする場合、それからもう一個がビタミン D の欠乏。ビタミン D の欠乏というのは、要は UVB の照射不足で起きます。要はあのカルシウムだけ取ってるだけではダメで、それを取った上で UVB を浴びることによってビタミン D が何か代謝活性型のビタミン D になってカルシウムの代謝を良くしてくれるんですよね。だからこれもダメだ。まあライトがあるなら、でまあライトはね、外が明るくなったらつけてます。外が暗くなったら消してほしい。外と同じような感じで、この子の環境も作ってあげてほしいです。結構そのあまり日の当たらないところに置いてるんですけど、うん、場所を変えた方がいい。いやいいですよ、それは。だからあの昼間ライトつけておけばいいです。で、日光浴できるときは、はい、人間がそばに絶対いた方がいいと思うから、はい、一緒に水槽ごと日に当ててもらえるといいですよね。はい、うん、消化管の意味はないけど、消化管ね、ちょっとこの消化器。それは言ってないけど、まあ、とにかく今はちょっと動き始めたけど、あの多分元気なんかすごい活発だからさ、でこの子の栄養状態見るとすごくいいんですよ。うん、高ラインに対してすごい肉付きがいいというか、本当にもう慢性的に具合悪い子は持って軽くなっちゃってるさ、見た目よりもずっしりしてるから、本当急になったことなんだろうなとは思うけど、レントゲンでは結構ね、胃腸とか口のこの下のところがちょっとボロボロって感じがしたんで、いや、まあそういったことも起きてきますよ。代謝が悪くなるとさ、血流が悪くなるから、そうすると血液って自分の胸とか脳を優先するから、消化器の場合に血流が悪くなるし、体の表面はもっと後回しになっちゃうから、そうすると体の表面、あの皮膚炎とか感染したりとかする可能性ありますね。で、あと、そうそう、薬を1個だけ出しますから、水替えてどのぐらいのペースでしてないんですか？もう大体1週間から2週間で1回やってるんですけど、まあ、ろ過器で循環してるんです。わかりました。で、塩素抜くやつ使ってます？使ってます。お水1日1回変えてください。はい、清潔にしてる方がいいんです。はい、そういう時にさ、そんな1週間も2週間も同じ水だと、カビが生えてきたりすると困るんで。はい、で、お水に、まあ、1滴これ入れてください。1リッターに対して1滴。はい、だから多分1リッターぐらいでしょ。入れても、まあ、2リッターぐらい、2リッターだったら2滴入れてください。だから1リッターに対して1滴これちょっと入れてあげてください。そうするとビタミンとお水をきれいにする働きがあります。
ただしカルキを抜く働きはないんで、はい、カルキを抜いてください。あ、分かりました。ここまででご質問。ちっちゃいのは今一緒に入ってるんですけど、1年遅れの、まあ、一回り一緒に入ってる、はい、その子は食べてないんだよね。その子は元気、その子は元気いっぱいです。できれば別がいいな。あ、そうですか。ないと分かんないもんね、様子が。うつる病気じゃないと思うんだけど、はいはい、もしあのなんかもう一個水槽というか、はいはい、こういうプラスチックケースがあるんだったら、はいはい、あのちょっと別々にしてもらった方がいいですね。はい、わかりました。熱帯魚とはじめ一緒に見たんですけど、熱帯魚食べちゃうから、うん、はい、だから別々に見たんですね。そういうことね。はじめなんかいろいろネットで見たら一緒にも買えるみたいなものがあったんで、そう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 、はい、そう、ね、食べちゃった。でもね、この辺のさ、ミシシッピニオイガメとかさ、赤耳ガメとかさ、いわゆるゴリガメとかさ、結構食が旺盛なんだよね。で、こういう子たちを話しちゃうとさ、日本古来の石ガメがやられちゃってるんですよね。だから話さないようにくれる。いや、もうすぐになんか死にそうってわけじゃないんですよ、現時点では。これが食べないのが続いちゃうと、それからその傷んだものを食べたということになるわけで、中毒みたいな感じのことを起きてるわけですよ。そうすると中毒を起こすと肝臓が代謝、ね、解毒するわけだけど、その解毒する量を超えて食べて、ね、毒物を食べてれば肝機能低下で、なるほど、あっという間になくなっちゃうこともあります。そうそう、はい、だからちょっとそういったのを心臓とか肝臓とかの機能高めの薬をちょっと打たせてもらったんですけどね。はい、はい、じゃあちょっとこの子の水槽とかいくものをごめんなさい、はい、ください。電子入れてくるときはもうちょっと少なくていいですね。この半分ぐらいでいいかと思います。じゃあ、 あのお薬、お水に入れるお薬だけね。で、あとこれ冷蔵庫で保存しておいてくださいね。冷蔵庫、はい、はい、じゃあ観察して、でちょっとあんまりいい状況、申し訳ないけど状況じゃないんで、ちょっと明日ここ休みなんで、はい、木曜日に連れてくれるんだったらちょっと様子見ですね。木曜日、はい、わかりました。ただあんまり具合が悪そうだったら明日の午前中はいます。入院してる子が治療してるから、はい、ただ午前中は多分忙しいですね。そうですね、はい、うん、まあじゃあ、あの明後日ね、はい、見してください。わかりました。じゃあ、はい、そっか、全部でじゃあもう一匹匂い飲めばいいわけね、はい。なんか質問あります？大丈夫？大丈夫？頑張ろう。はい、じゃあちょっとさ、しっかり観察してくださいね。はい、はい、じゃあお願いします。落とさないでね、すいません。ありがとうございます。